はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ヨハン・アンデルセンです。さあ本日なんですが、お待たせをいたしました。お待たせをしすぎたのかもしれません。これ古いか、金貨玉城というカードが実装されましてですね、これ1個前のパックだっけな、そう、1個前のパックで、これねバーカほどねやけくそ強強カードなんですよ。これ宝玉カードになってましてですね、宝玉カードとして扱うという効果があります。でデッキから宝玉獣モンスター2体を選んで魔法カード扱いで置いて、でその後置いたカードとはちゃう宝玉獣を手札墓地から特殊召喚できますよっていう効果なんですね。だから、カードを、3枚ほど製造、3枚、墓地からが製造してるから、製造っていうか分かんないけど、墓地からもう含めればカードを3枚製造できるんですね。1枚が3枚になるカードです。はい。でね、この金貨玉城を使った展開がね、めちゃくちゃやばくて、宝玉って、もともと、展開力すごいんですよ。これがなかった状態でも、こいつが来てよりやばくなったんですよね。はい。もともとね、オーバードライブっていうこのエースモンスターいたんですけど、こいつ、プラス、盤面、最終盤面ね。最終盤面、こいつプラス、アライバル、プラス、アポロウーサーみたいになります。最終盤面か、リンク値いったいくつみたいな、リンク値10ぐらい稼いでるからね、これだけで。っていう動きがちょっと可能になったので、ぶっちゃけなんかもっと伸ばせそうな気がするんだけど、ちょっと早速ね、この金貨玉城っていうやけくそカードのパワーを皆さんにも、お見合いしていきたいと思いますので、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、7種類の宝玉の奇跡をね、対戦相手の皆さんにお見合いしていこうと思います。新しく登場した史上最強の金貨玉城、通称金玉というカードを使って、おじさんの金の玉を見せつけていこう。まあ、裏ぐらいは全然いいですよ。これでもここに打ってくれたのでかすぎ。金貨玉城とかいう最強のカードでも一応裏ら、金貨玉城って裏ら踏むんだっけ。あでもデッキから出さないから踏まねえか。まあとりあえずどうしよう、心の架け橋発動します。これちょっと上振れ結構できそうですね、このハンド。とりあえず一回そのこれなんか鳥いらねえか破壊しろ鳥いらねえか破壊して、絆を追ってきて、金玉持ってるんで、もうすでに。なんでこれはどういうムーブになるんだろうな。宝玉の絆プラス金貨玉城プラス宝玉神覚醒っていう3枚ムーブになるのかな。ちょっとわかんないけど、もうとりあえず、ね、ものすごい量のね、展開力 いけると思うから、こう無限宝玉って言われたらおつやなんだけど、とりあえずルビーカーバンクの召喚して、1体でアルミラージにしていく。でこれで手札から墓地にルビーカーバンクの用意するみたいな動きですね。はい、リンク値を1個稼ぎながらで金玉発動。見てください、これがおじさんの金の玉ですよ。で、おじさんの金の玉とおじさんの金のおじさんの祈祷をおじさんの祈祷を行きまして、で、とりあえずサファイアペガサス、サファイアペガサスで、おじさんの祈祷を特集。これマジでやばいな、みんなリビングで見ないようにね。リュウ実況チャンネルの動画はなんか家族の前とかで見ないようにしてくださいね。はい、ひっそりと暗闇の中一人で見るようにしてくださいね。はい何の注意事項だよ。でフィールドに置くカードはトッパーズとかでいいかな、これ何でもいいか別に。でこれで、ケルビーに1回作りまして、レベル3落としに行きましょうと。でルビーにふっといエメラルドタートルを挿入してこれヨハンファンから怒られるか、これヨハンファンからなんかありえないほど怒られそう。でアメジストキャット墓地を送りますと。でこれでですね、今何種類、6種類かな。でこれでレインボードラゴン効果で除外して、だからデッキが特殊化するのはアンバーでね、いいね。でアンバー置きます。で宝玉持ってきます。で覚醒させます。覚醒効果発動して相手に自分の手札のレインボードラゴンを、神を自慢すると、デッキから宝玉とか架け橋系持ってこれるんで、これで虹掛け持ってきて、はい、
で、虹かけ発動します。これでですね、まあ、これはね、後で使えばいいから、こっちかな、導きでいいと思う、多分これでいいと思う。で、とりあえず、沖に行きましょう。ジーランティス組み出して、でもう一回その ペガサスの効果を使い回してですね、この魔法トラップゾーンに溜めていくというインチキムーブで、これでこうする、はい、ジーランティス、はい、ペイ、はい、で、はい、サファイア、はい、サファイアの効果何回使うねんっていうね、この反復横跳び、このサファイアペガサス労働基準法に違反してますんで、この時ね、はい、サファイアペガサスこれ何回だこれ分かんねえ、これ100回目ぐらいなんじゃないか、これでこの効果使うので、デッキからもう一回サファイアペガサスでいいから、サファイアペガサス、砲撃銃だけ置いちゃいけないから、あの究極の方のアンバーマンモスでいいかな、ちょっとなんかあの素材これあれこれでいいんだっけな、まあ、とりあえず一旦クロシープで、これとあでも属性かぶってっか、これ水とかの方が良かったな、これちょミスったわ、これアンバーマンモスじゃねえな、これアンバーマンモスじゃねえ気がするわ、置くの多分あれ祈祷でよかったかもしれない、で、まあ、まあ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  なんとかなる多分、あのねちょっとアライバルを出したいんですけど、アライバル G アライバルサイバースね、 G アライバルサイバースのちょっと素材が減るかもしれない、属性がねこれ結構繊細なんだよな、タートルじゃタートルって水だよな、タートルだったくせえな、まあとりあえず一回ルビーカーマークの効果として、でまたペガサス出して、でもう一回また置くという最強のムーブですね、これね、でこうして、はい、でペガサス効果発動する、このなんか全く単位上ない置く効果によって、この置いてるマホトラップゾーンから攻撃を前にいっぱい出すと展開がかなり伸びるっていう感じ、これはですねちょっとよくわからない謎のモンスターを使って水作るしかないっすね、だからこれとこれでいいのかな、水血水っち、だからこれで4、5、6だ、6だ、6、6、6、6、6、これ6素材できるわ、6素材っていうか、リンク6できるから、これでジ・アライバル・サイバース・アット・イグニスター、これもうちょっとうまくやると、もうちょっと打点が伸びる、5000くらいに、なる、アライバルが、ちょっと俺、下手くそだったかもしれない、今回。で、ジ・アライバル・サイバース、まあ、あんま関係ないけどね、ここからさらに展開するから、で、砲撃の導き発動で、やばいでしょこのデッキで、ルビーカーバンクルの効果もう一回発動する、でこれでまた、前に出てくる何回お前ら出てくんねんっていうね、ジアライバルしてからまだリンク4分並ぶからね、これでいいや、はい、でこれはウーサですかね、ここでまあリンク4分があるんで何やっていただいても構いません、別になんかここ例えばバグースカ立てるとかね、そういうのでもいいし、マスカレーナ立てるとかそういうのでもいいし、何でもいいんだけど、マスカレーナバグースカとかもできる普通に、まあね、手札がちょっとないので、やべ時間ね、あとは究極砲玉神レインボードラゴンオーバードライビングを出せばいいから、7種類の砲玉モンスターをゲームから除外し、これが奇跡のモンスター、究極砲撃神レインボードラゴンオーバードライブ、オーバードライブはちなみに相手のターンに自分をデッキに戻すと、フィールドの全カードをデッキバウンスっていうバチクソヤバい効果があります。あピュアリーか、オーケー、いやまあピュアリー、多分アポロウサで一生向こうにしてればなんとかなんじゃない、はい、デリシャス効果発動して戦闘で破壊されなくする、レインボーオーバードラゴン君の効果は一応フリーチェーンなので、あちなみにジ・アライバル・サイバースはレインボードラゴンオーバードライブの効果を受けないので居残りします、はい、彼結構ね残業好きなんでね居残ってくれるよ、とりあえずちょっと一旦脳死でピュアリーの効果全部無効にするわ、全部無効にする、すべてさあ全カードを無効にし、これによってピュアリーリリーの効果、はい OK です、いいでしょう、これも無効にする、まあもうなんかいいや、もう打点で抜かれたことねえから、もう一生無効にしよう、一生涯見ましょう、はい OK で、あと速攻魔法が何枚あるかどうか問題ですね、スリーピーメモリー OK、 スリーピーメモリー OK、 で手札コストピュアリップ OK、 OK、
これで、聞き流し風潮からの、アーゼウスが一番マジでやばいことが起きるから、ここ打った後にこれ無効にします。でここ吹き飛ばしていいですね。震えるぞハート、燃え尽けるほどヒート、サンライトイエロー、オーバードライブつえつえかっこジアライバルは居残りです。ジアライバル君は居残りです。手札1枚から絶対ピュアリー動けないでしょ。マイフレンドだったらしょ無理だもんね俺。はいはい、強え。俺これ確かさデュガレス効果使ってないよなまだ。ってことはこれメインフェーズ1も一応行えるもんな。あーなるほどね。はいはいはい、いいでしょう。まあ、クセカード、まあ、どうせブラックだろあれ。ドロー。集結きた。いいでしょう。まあ、脳死バトルでいいですね。はい。これが、波紋失踪ってやつですね。作品違うけど。サンライトイエローオーバードライブ強すぎ、ワロタ。対戦、ありがとうございました。うるせえ、黙れ。黙れ。いやー、理想ムーブ見せれてよかったわ。この名前でユエルしてたら通報される可能性あるよな。クロノダイバーレギュレーター、何最強モンスターじゃないか。クロノダイバー2体を特殊召喚、リュウズ、ベゼルシップ、あ、強い。やべ、これね、この動きめっちゃ強くてさ、なんかレイドラプターズとかでもこのモンスターとこいつらだけ採用してるみたいな構築ももはやあるぐらいですよね。レベル4が3体分になるんで、これめっちゃ強いんですよ1枚がね。ベーゼルシップっていうのがそのなんかその素材を取り除くと墓地からと出てこれるっていう効果一応ありましてですね、そいつがねめっちゃ強いんですよね。ミカエリス、へえ、やばい。なんかクロノダイバーからのミカエリスはあんま見たことなかったわ。まあでも汎用だからな、ミカエリスは別にいくらでもできるよな。はい、でクロノダイバー、ベゼルシップが出てくる。でアジャスターが特殊召喚されてレベル4が2体になっていく。また強いね、なかなか面白いムーブしておりますな。はい、でカスピテル、なるほど。え、なんか結構珍しいっすねこの構築。普通エクソシスターする場合マルファから1枚でパーンって出てきますけど、まあ、あれエクソシスター縛りがつくっていうのがね若干懸念材料ではあるからね。はいはい、でエイリスね、オーケーで、エイリス、オーケー、特殊召喚ナイス、強そう、さすがに最強。で、パークス、これでさ、マルファしか縛りはつかないんだっけ。あ、マルファしか縛りつかないんだ。なるほど、無限になんかモンスター並ぶな。めっちゃ強いなこれ、このギミック。はい、2体で、わからん。なんかすごい動きしだしたぞ。なんかこれすごい動きだ。ちょ、わからんけどものすごい動きしだしたぞ。なんか普通にエクソシスタームービーかと思ったら全然違って、なんかいきなりマキュラーとか出てきたし、急に意味不ソリティ始まったんだけど。さあこれでマキュラからのトラップが発動できるサイバーサモンブラスター、わからん。このカードがすでにモンスター、魔法トラップに存在する状態で機械塚モンスターが特殊召喚するために300ダメージ。なるほど、なんだこいつ、テレフォンループでもすんのか。テレフォンループでもすんのかこいつ、わかんねえ。何されんのこれ。なんやこの謎ムーブ、やばい。なんかトラップ回収しとるし、王家の神殿だと強すぎわれた。王家の鉄壁、はい、アーリージェネックスバードマン、あーはーはー、なるほど。あー痛いね痛いね痛いね。あれ、あこれあれ、これ無限ループしてる、これ無限ループしてるな。やばい、
バードマン無限帰宅編来た。大きな鉄壁があるからバードマンが除外されずに手札に回収 し続けられて、バードマンでバードマン戻す最強ムーブが爆誕してるんだけど、痛い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 。これが伝説のバードマン無限帰宅編。バードマンのポーズめっちゃムカついてきたな。グリコみたいなポーズしてんのこいつ、鬱陶しい。